国内企業が主軸となることで外国製の機体を輸入やライセンス生産するのとは全く経済効果が違ってくる。たとえ開発と200機調達に10兆円かかるとしても開発費の大部分は国内を循環する。つまり政府の資金で経済活動を円滑にする公共事業となり得ることが理解できる政治家はどれくらいいるのだろうか。読売新聞オンラインの記事から、岩崎茂元統合幕僚長と防衛研究所の高橋杉雄防衛政策研究室長が2022年8月12日 BS 日テレの真相ニュースに出演し、日英両政府が共同開発を目指している次期戦闘機について議論した。次期戦闘機は航空自衛隊 F2 戦闘機の後継機として2030年代半ばの導入が予定され、年内に全体像を決定する。岩崎氏は無人機、ドローンとも連携する計画で無限の能力を持った戦闘機になると期待感を示した。共同開発のメリットについて高橋氏は、開発リスクが大きく軽減されると指摘した。これに先立つこと1ヶ月前のロイターの記事から、次期戦闘機開発をそれぞれ進める英国と日本が双方の計画を統合し、新たに共同事業を立ち上げる方向で調整していることが分かった。年内の合意を目指す。事情を知る日英の関係者3人が明らかにした。英国はユーロファイターの後継機となるテンペストの国際共同開発事業を主導する一方、航空自衛隊 F2 後継機の開発を計画する日本とも協力を進めてきた。両国とも2つの事業を統合する方が技術とコスト両面で相乗効果が見込めるとの判断に傾いている。日本が米国以外の国と本格的に武器を共同開発するのは初めて、中国が軍事と経済両面で急速に力を増し、ロシアの軍事的な脅威が再び高まる中、共に米国の同盟国である日英は安全保障関係を強めてきた。戦闘機という主要装備の開発を統合することで協力関係を一段と深める。日本と英国の対等な協力関係になるだろうと関係者の一人は言う。開発費用はまだ決まっていないが、この関係者によると数百億ドル規模になりそうだという。日英は2017年頃から戦闘機開発で協力する可能性を模索。今年1月には IHI とロールスロイスが次期戦闘機用エンジンの共同研究に乗り出した。エンジン以外も含め一つの事業に統合する協議を集中的に行っていると同関係者は話す。別の関係者は、仕様を少し変えつつも基本的には同じ戦闘機を調達することをメインシナリオとして検討していると話す。イギリス国防省はロイターの取材にコメントを控えた。日本の防衛装備庁は5月の日英首脳会談で一致したように、本年末までに協力の全体像を決めたいと回答。米国の同盟国である英国と様々な協力の可能性を追求していくとした。前出と別の関係者によると、英政府は早ければ18日に始まるファンボロー国際航空ショーでテンペスト計画の最新状況について発表する可能性がある。テンペスト事業を請け負うイギリス防衛大手 BAE システムズはコメントを控えた。日本の次期戦闘機計画を主導する三菱重工業は政府の事業のためコメントする立場にないとした。
日本市場に参入の場合、英国が日本と戦闘機開発で組むことで、テンペストに関わる BAE やイギリスロールスロイス、MBDA、イタリアのレオナルドなど欧州の防衛産業にとっては、米企業が独占してきた日本市場に参入する好機となる。米国製武器の輸入増にここ数年押されてきた日本の防衛産業にとっても、輸出や欧州の装備技術を取得する機会につながる可能性がある。2035年頃から退役が始まる空自の支援戦闘機 F2 は、30年以上前に米空軍の F16 を土台に、三菱重工業とロッキード・マーチンが中心となって開発した。ロッキードは今回も F35 と F22 の混合機を提案したが、日本は米国から十分な技術移転が行われないことなどを懸念し選択しなかった。ロッキードはロイターの取材に対し、開発事業に関する質問は日本政府に問い合わせるよう指示した。F2 後継機は総事業費5兆円とされ、日本政府は今年度予算に約800億円を計上した。テンペストは本格的に開発を始める2025年までに20億ポンド、約3300億円を投じる。独立系の防衛アナリスト、フランシス・トゥーサ氏は、テンペスト計画は柔軟な構造で様々な形態に対応できると話す。前出の関係者の一人によると、日英が部分的に協力し、それぞれ別の戦闘機を開発する可能性も残る。それぞれ事業を別々に走らせ、協力できるところは協力するという選択肢も残っていると同関係者は話す。また日英で共同開発しても、米軍との相互運用性を確保するため、データリンクなど米国の技術や部品が必要になる。テンペストの開発計画にはイタリアとスウェーデンも署名をしているが、日英が新たに立ち上げる事業に両国がどう関わるのかは現時点では明らかになっていない。以上が記事の内容。ここからは試験になる。次期戦闘機 FX、 俗に F3 と呼ばれたりするが正式名称ではない、を大型の制空戦闘機と誤認する方が多いようだが、本来の目的は F2 の後継機である。すなわち対艦攻撃機であることが必須条件といえる。そのために搭載する対艦ミサイルは空対空ミサイルに比べ非常に大型であり、ステルス性を獲得するためウェポンベイに収納するには2発が限界であろう。それだけでも必然的に機体は大型にならざるを得ない。マルチロール機といっても日本とイギリスでは微妙に用途が違ってくるのは当然であるため、全てをテンペストと FX にまとめようとしても無理があるだろう。すでに両国ともに F35 を大量調達しており、真のマルチロール機としては F35 に任せるべきではないだろうか。ただ次世代戦闘機として必須の要件を突き詰めていくと、結果的にサイズや外見、出力性能は誰が作っても似通ったものになっていくだろう。ことエンジンに関しては IHI とロールスロイスの連携で画期的な次世代の戦闘機用エンジンが完成しそうではある。個々の先端テクノロジーの技術は世界トップレベルの日本ではあるが、全てをまとめるトータルバランスにおける分野では欧米に学ぶところは大きいと思う。 F2 開発時のアメリカとは違い、イギリスとはお互いに前向きな技術移転が進むことを願ってやまない。次期戦闘機
FX が大空を舞う姿をぜひとも生きているうちにこの目で見てみたいものである。当チャンネルでは誠に微力ながら日本の国防を真剣に考えるコンテンツを発信していくことで、一人でも多くの国民の意識改革の一助となればと思い運営している。賛同いただける方は当チャンネルの動画の拡散にご協力いただければと思います。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄したとしても相手にとってそれは何の意味も持たないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも反撃するための軍事力を持つことは主権国家として当然の権利であり、国家が国民を守るための義務でもある。こちらから侵略することはなくても、降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。この記事に対する国内のネットの反応は、無人機と連携というか、無人機だけでいいのでは？共同開発って基本的に安くならないわな。戦闘機を一国で開発する時代は終わったんだよ。もうこれ同盟国だろう。日英同盟なんてしたらアメリカがまた勘違いする。完成しない限り可能性は無限大。ビッグバイパーとロードブリティッシュでも作るんか、グラディウスみたいになるのか、イカみたいに悲惨にならんとええけど、機内で紅茶が飲めるようになるのか、航空戦力これからは UAV じゃないんかね。いよいよバルキリーの研究開発か、胸熱。どんなに性能が良くても攻撃する決心が必要。いかん方では仕方ない。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなど、どしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。